ピョートル一世から1725年2月8日は、モスクワロシアのツァーリ、初代ロシア皇帝。大北方戦争での勝利により、ピョートル大帝と称される。ツァーリアレクセイ・ミハイロビチの六男で、母は、ナタリア・ナルイ式な。ロシアを、ヨーロッパ列強の一員とし、スウェーデンから、バルト海海域世界の覇権を奪取して、バルト海交易ルートを確保。また、 国会海域をロシアの影響下に置くことを目標とした。これらを達成するために、知性の半ばを大北方戦争に費やし、戦争遂行を容易にするため行政改革、海軍創設を断行。さらに貴族に国家奉仕の義務を負わせ、正教会を国家の管理下に置き、帝国における全勢力を皇帝のもとに一元化した。 また歴代ツァーリが進めてきた西岡改革を強力に推進し、外国人を多く徴用して国家体制の効率化に努めた。1721年11月2日には大北方を戦争の勝利を記念し、元老院にインペラートルの称号を送らせ、国家名称をロシア帝国に昇格させた。ロシアを 東方の辺境国家から脱皮させたその功績は大きく、ロシア史はすべて、ピョートルの改革に帰着し、そして、ここから流れ出すとも評される。なお、ピョートルの存命時のロシアは、グレゴリオ歴を採用しておらず、文中の日付は、ユリウス歴である。少年期のピョートル・ピョートルは1672年5月30日に、ザーリアレクセイ・ミハイロビチと2番目のコー,ーナタリア、 ナルイシキなの子として生まれた。ピョートル出生時に存命している兄弟としては、ヒョードル3世とイヴァン5世のイボアに2人を呼び、イボアネ5人がおり、姉の一人に14歳上のソフィアがいた。1676年に、父アレクセイが死去すると、イボアにヒョードル3世が即位したが、在位六年目の1682年4月27日に、死去した。精神障害のある。 イボニーヴァンはその外籍である、ミロスラフスキー家と、姉ソフィアに要されていたが、ピョートルは総主教とストレリツの指示を受けて即位し、母方ナルイシキン家の政権が成立する。しかし、即位後間もなくミロスラフスキー家に先導されたストレリツィの放棄が起き、彼らは、クレムリンに乱入して、ナルイシキン家の有力者を殺害した。 ミロスラフスキー派はこれに乗じて、イヴァン五世をツァーリとし、ピオートルは、その共同統治者に格下げされた。イヴァンの同母姉ソフィアが、テレムグから出て幼い二人の弟の摂政として、実権を握った。ピオートルは、母と共に、モスクワ郊外のプレオブラジェンスコへに移り、儀式の才能ミクレムリンを訪れた。ピオートルの教育係は後に側近となるに聞いた。 ゾートフが務めた。少年時代のピョートルは、近くの外国人村に頻繁に出入りし、多くの外国人と信仰を結んだ。また、遊戯連隊を編成して、戦争ごっこに勤しんでいる。スイス出身のレフォルト、カシカン出身のメニシコフを側近に取り立てたのは、この時期とされる。1689年、16歳になったピョートルは、母の勧めにより、 エブドキアロプーヒナを公費に迎えたが、彼女を愛することはなく、後に不幸な結果を招くことになる。ソフィアの摂政府は、バシーリイゴリツインコーがストレリツの放棄で実権を握っており、進歩的な政策を行い内政、外交ともに、おおむね良好に統治していた。だが、 ロト戦争の一環として、オスマン帝国の従属国のクリミア半国に対して1687年と1689年に行われたクリミア遠征の失敗により不満が高まり、ピョートルが成長すると、ナルイシキン家などの支持派は、彼の申請を望み、ソフィアの摂政府と対立した。ピョートルは一時はイタリ生三者製セ,セルギー、大修道院への非難を余儀なくされた。 1689年8月のネルチンスク条約、締結によってソフィアは、官僚、軍人、教会の支持を失い、9月にはピョートルへ政府を明け渡した。ゴリチンは、流罪となり、ソフィアは、ノボダビチ女子修道院に幽閉された。ピョートルは、当初、国政を、母ナタリアラナルイシキン一族に委ねて、相変わらず外国人村を訪ねたり、軍事演習に熱中し、 また仲間とバカ騒ぎをしながら過ごしている。ナルイシキン一族の政権は、アレクセイやソフィアの政策に逆行する、保守的な統治を行っていたが、1694年に母が死去するとピョートルは申請を開始した。また名ばかりの共同統治者、イヴァン5世の死去で単独統治に入る。この時期のロシアの主な港は、年間数ヶ月は氷に閉ざされる。 八海のアルハンゲリスクだけであり、黒海周辺はオスマン帝国の勢力下にあり、バルト海への出口はスウェーデンに奪われていた。1695年に黒海への出口を求めて、ドンカハンのアゾフへ遠征が行われ、ピョートルも一砲兵家士官として従軍したが、アゾフ要塞包囲はオスマン海軍の活動によって妨げられ失敗に終わった。このため、ピョートルは、 海軍創設に着手し、ドンカハンのボロネジに造船所を建設して、わずか5ヶ月で、ガレー船と兵塞船27隻、そして、平底川船約1 300隻からなる艦隊を作らせた。これが、ロシア最初の海軍である。1696年に再度行われた、アゾフ遠征はピョートル自らが、ガレー船に乗船して戦った。ロシア軍による、 水陸共同作戦によりアゾフは陥落し、ピョートルは海への出口を手に入れた。しかし、進出地点はまだ国会内海のアゾフ海に止まり、さらなる進出にはオスマン帝国に再び勝利する必要性があったが、ロシア単独では不可能なためピョートルは軍事から外交政策に転換した。オランダで船大工と共に働くピョートル。 1697年3月から翌1698年8月まで、ピオートルは約250名の施設団を結成し、ヨーロッパに派遣。自らも、ピオートルミハイロフという偽名を使い施設団の一員となった。この施設は、軍事、科学の専門技術といったヨーロッパ文明の吸収を、 目的としていたが、タイオスマン軍事同盟への参加を各国に打診する外交施設をも兼ねていた。また、施設の一員に身をやつしたのは、反差な儀礼に縛られず自由に行動するためと、公的には、モスクワを離れていないと内外に示すためだった。主にオランダのアムステルダムとイングランドのロンドンに、長期滞在し、プロイセンのケーニヒスベルク、ザクセンのドレスデン、 オーストリアのウィーンにも立ち寄り、イングランド王権オランダ総督ウィリアム3世と、ザクセン選帝皇権ポーランド王アウグスト2世、新世ローマ皇帝レオポルト1世と会談といった。旅行中に、スウェーデン領リーガの要塞を調べて、モスクワに情報を送ったり、ポーランド王選挙では、ロシア軍をポーランド国境へ進めて、圧力をかけ、フランスがオスコンティコを、 フランスをルイオをしのけ、アウグスト2世の当選に尽力したりしている。アムステルダムでは、造船技術の習得に先進し、東インド会社所有の造船所で、自ら船大工として働いた。病院、博物館、植物園を視察、歯科医療や人体解剖を見学した。中でも、歯科医療には、強い興味を示し、初歩的な抜歯術の手ほどきを受けて、 抜歯器具を買い込み、帰国後は帝臣たちの虫歯を麻酔なしで抜くのを趣味にした。ロンドンでも、王立海軍造船所に通い、天文台、王立協会、大学、武器庫などを訪れた。また貴族院の本会議や、海軍の艦隊演習も見学した。ピョートルは、たくさんの物産品や武器を買い集め、千人の軍事や、技術の専門家を雇い入れて、その知識を、 ロシア人に教え込ませた。しかし外交上の目的だった軍事同盟の呼びかけは当時の西欧の関心がオスマン帝国よりも近々予想されるスペイン継承戦争に集中していたため失敗した。列強は1699年にオスマン帝国とカルロビッツ条約を締結して大トルコ戦争を終結。ロシアも1700年に コンスタンティノープル条約を結びアゾフ領有を認められた。1698年7月に、モスクワよりストレリツィのサイドの放棄を知らされたため、オーストリアから急遽帰国、途中立ち寄ったポーランドで、アウグスト2世と会談を行い、外交政策をタイオスマン帝国からタイスウェーデンに変更、国会からバルト海へ出口を求めることにした。8月に、 ロシアへたどり着いたピョートルは、重兵隊を解体して、国内を固め、ポーランド及びデンマーク・ノルウェーと交渉を重ね、対スウェーデン戦争に向けて、準備を整えていった。ポルタバの戦い1699年、ピョートルは、ポーランド王アウグスト2世、デンマーク・ノルウェー王フレデリック4世と、ハンスウェーデン同盟を結び、バルト海への出口を求めた。 1700年に大北方戦争が始まると、コンスタンティノープル条約の締結で、ロト戦争の終結を確認した後にスウェーデンと交戦状態に入るが、ナルバの戦いで、カール12世の率いる少数精鋭の敵軍に惨敗した。しかし軍備増強に努め、ポーランドとの戦争に暴殺される、スウェーデン軍の隙を突き、1706年頃には、 リボニア地方にまで進軍した。1708年に、カール12世が、ロシア領に侵攻し、ウクライナコサックの主張、マゼーパと連合したが、1709年6月27日に、ポルタバの戦いでピョートルは冬将軍と、焦土作戦で、スウェーデン軍を弱体化させ大敗させた。カール12世はトルコに逃げたため故国に戻れず、ピョートルは、 この機に乗じて、新炉派のアウグスト二世を、ポーランド王位に復帰させ、カレリアとリボニアを征服した。一方イスタンブールにいる、カール十二世は、アフメト三世を解き伏せ、七百十一年トルコをロシアとの交戦に踏み切らせた。ピョートル率いるロシア軍は、プルト川河畔で、オスマン軍に包囲され敗北、カール十二世の帰還、アゾフなど六百九十六年に、 トルコから奪った領土の返還を承認させられた。しかし、翌1712年からロシアは攻勢に転じ、ハンゲの海戦で歴史的勝利を収め、ロシア海軍の成長を見せつけると同時に、バルト海の覇権を獲得した。ロシアは勢いに乗じて、スウェーデンのドイツ領を侵略、反スウェーデン同盟の加盟国を増やして、スウェーデンを追い込み、1716年には、 名へカチェリーナイバノブナを北ドイツのメクレンブルクシュベリーン公カールレオポルトと結婚させ、同盟を結んでスウェーデン侵攻拠点を手に入れ、バルト海への影響力を増していった。この事態はイギリスをはじめとする同盟諸国を警戒させ、ピョートルは圧力に屈してポーランドから撤退した。1718年にはスウェーデンと急戦交渉に入ったが、 カール12世の旧詩で、親英派の妹、ウルリカが王位を継ぐと交渉は打ち切られた。バルト海沿岸地域を我がものとしたピョートルはさらに、スウェーデンを圧迫し、フィンランド、そしてスウェーデン本土に直接攻撃を仕掛けた。ロシア軍は、スウェーデン本土への攻撃は阻止されたものの、これがスウェーデンへの決定的な圧力となった。 スウェーデンは1719年から1720年にかけてロシア以外の交戦国とストックホルム条約を締結し、こうはそのうちのイギリスと同盟条約を締結し、イギリスはバルト海に艦隊を派遣して圧力をかけたが、ロシアは1720年7月のグレンガム島沖の海戦でスウェーデンに勝利した。そして1721年に、 イギリスの朝廷でミスタット条約が結ばれ、スウェーデンとロシアがバルト海の覇権を争った大北方戦争はロシアの勝利に終わった。ロシアはフィンランドを除き占領したバルト海沿岸地域のほとんどを獲得、トルコともパッサロビッツ条約を結んで決着をつけた。この時点でロシアはポーランドにも影響力を及ぼし始めていた。 ポーランド国内の混乱に乗じて調停者として、ポーランド議会とアウグスト2世に対する優位を示した。また、ポーランドが獲得するはずだったリボニアを奪い、バルト地方にも影響力を拡大した。これらのことは、ロシアがポーランドリトアニア共和国に対する保護国家への端緒となった。ウクライナコサックのヘイチマン国家においてもピョートルは、 スウェーデンと連合した首長マゼーパの反乱を鎮圧した。以後、コサックの自治権が大きく削減され、ロシアの支配が強化されることとなった。一方で、首長名代であるダヌイロアポストルを徴用して、ヘイチマン国家のロシアへの求心力を高めることにも成功した。また1722年には、グルジアカルトリ王国のオーバフタング6世と同盟を、 結びサファビーアサ、ペルシア帝国を北から攻め、翌1723年にカスピ海周辺の領土の領有を認めさせた、サンクトペテルブルク条約に調印、共同補調をとっていたオスマン帝国とも、翌1724年にコンスタンティノープル条約を締結して、中央アジアに影響力を及ぼそうとした。1725年には20余りのヨーロッパの、 主要国に外交官を常駐させるに至った。ひげ狩りの風刺が。18世紀初めの作品ピオトルは幼い頃から本格的な軍事教連に熱中し、後にこの絵軍の核となる連隊を組織させていた。新生初期から海軍を創設し、1696年に艦隊を使ってアゾフを陥落させ、大使節団でも海事を中心に学んだ。 1700年ナルバでの敗北は彼に、ロシア陸海軍の装備、訓練の不足を痛感させ、本格的な軍事改革に着手させた。まず海軍省と、砲兵学校を創設し、小銃、大砲、軍艦の増産を急ピッチで進めた。1705年には終身型の徴兵制度も導入、新設軍隊の兵士は、西欧式の訓練を施された。 1698年日本国に還了すると、西岡改革の始まりを示すべく、大貴族の髭を切らせ、髭に課税して切る、要一般民衆にも強制した。帝臣と役人にも西欧式清掃を義務付けたほか、1700年には、歴法を改正して、天地改美役期限から、キリスト起源に切り替え、新年も9月1日から1月1日に改めさせた。 さらに1702年には、宮廷改革に着手し、女性皇族が従っていた、厳しい行動制限を撤廃して、宮廷行事への出席を命じた。行政も、改革の対象となり、スウェーデンをはじめとするヨーロッパ諸国をモデルにして、整備された。中央政府では、1711年元老院が、設置されて、ァーリ不在時の政務を代行した。 1718年には行政区分が改革され、50以上存在し役割の重複した官庁制度を廃止し、役割ごとに分けた9つの参議会制度に再編された。地方行政では1708年国内を8つの県に分けたが、1719年にさらに45の州に分けて統治した。また、1722年には、 スウェーデンやドイツの制度に習って、関東票を定め、国家官僚を文官と武官に分けて14党に、格付けし、官僚制度を確立した。経済政策にも、積極的で、官営工場の設立や工業への保護、育成政策も取られた。長く大規模な戦争や、新首都建設を支える莫大な費用を捻出するため、様々な物品に税をかけた。また、 効率の良い人頭税制度が1718年から実施された。重い税負担や抜本的な組織改革は一般民衆の反発をもって迎えられ、ドンコサックや農民一揆などの反乱が相次いだ。また政府を担う官僚の教育不足や汚職によって、徴税や中央と末端との一子伝達がうまく進まないのが常だった。貴族や教会に対しては、 改革を通じて、サーリと国家への従属を要求していった。貴族に対しては、まず爵位制度が導入されて、古い大貴族が持つ称号は廃止された。1714年に慣習であった領地の分割相続性を禁じて、長子相続性に移行させたため、長男以外の貴族指定は生活のために軍家政府で勤務するのを事実上強要された。国家勤務者は、 関東表で3種14等級にランクズ受けられた。国家奉仕のためには教育が必要不可欠であり、彼ら貴族の指定のために実業学校など様々な教育の場が設けられた。ロシア正教会に対しても国家による管理を徹底させた。イングランド国教会の制度に習ったと考えられる。1700年以降、モスクワ総主教座は空位とされ、 教会が持つ免税特権も奪われた。1720年には総主教座の廃止に踏み切り、教会を政務会員という国家の世俗機関の管轄下に置いた。ピョートルに抜擢されて、教会統制に携わった主教たちは、政法教会の影響を受けた人々であり、教会にも西大岡の波が及んだ。こうした国家による教会の統制という考え方は、 聖教会における伝統的な国家と教会のあるべき関係であるビザンティンハーモニーとは相入れないものであり、19世紀後半頃から東方聖教の伝統を復興している現代の聖教会からは西欧化も肯定できるものではない。したがって聖教会からのピョートル一世に対する評価は著しく低いものとなっている。サンクトペテルブルク建設を視察する。 ピョートル1703年イングリア地方を占領すると、ネバ川の河口にあるデルタ地帯に港湾都市の建設を開始した。ピョートルはこの都市に聖ペトロの街を意味するサンクトペテルブルクというドイツ語名をつけた。ピョートルはペトロのロシア語系であり、この都市名は事実上自分の名を冠したものとなった。この都市は八海のアルハンゲリスクに変わる。 新しい貿易港として、バルト海交易ルートの中継地点の役割を期待されていた。しかしこの一帯は湿地で地盤が弱く、洪水も頻発したため、年間数万人の労働力と大量の石を徴収して大規模な基礎工事に当たらせた。1712年に工事が完了すると、ピョートルはこの町に遷都し、大貴族や裕福な商人、 職人を移住させた。1714年には人口3万4000人、その10年後には7万人に達し、都としての異様を整えていった。ピョートルと長男アレクセイ・ピョートルは、コーヒエブドキアロプーヒナとの間に3人の未もうけたが、成長したのは第一項男子、アレクセイだけだった。ピョートルは、この経験なだけで、何の取り柄もない日をうとんじ、 1698年には、彼女を、修道院に追放した。また、成婚直後から、外国人居留地出身のオランダ人女性、アンナモンスを愛人としていた。1703年には、メーンシコフの家の召使い、マルファをも、愛人とし、1707年にはこのマルファと、秘密結婚。1712年に正式に成婚して、公費とした。マルファは、 戦争捕虜で、元は、リボニア地方の農民の娘だった。改修し、エカチェリーナと名乗ったマルファとの間には12人の、巫女王女が生まれたが、成人したのは、アンナ・ペトロブナとエリザベータの王女2人だけである。王女、アンナ・ペトロブナと、名のエカチェリーナ・イバノブナ、アンナ・イバノブナの3人は、いずれもバルト海沿岸のドイツ人両方君主に貸し、 ピョートルによるバルト海支配の重要な布石となった。信仰心が強く、西欧化に反発するミコアレクセイとは不仲で、彼の周囲には反体制派が集まって無視できない勢力となった。1716年、アレクセイはウィーンに亡命したが、翌1717 17年ナポリでロシア政府に拘束され、連れ戻された。ピョートルは王子が、 政府転覆の意思を持っていたと信じ込み、彼の支持者を粛清した上で、アレクセイの継承権を奪った。アレクセイは1718年に死刑を宣告され、その直後に極死している。ピョートルの後継者の地位は、エカチェリーナが生んだミコピョートル・ペトロビチに移ったが、この幼いミコは1719年に隠れ御した。後男子が一人もいなくなった皇帝は1722年。 君主が後継者を生前に直上する形式の定位、継承法を定めている。1724年11月頃、ピオートルは、ネバ川川口のサスに乗り上げた船の救出作業に、森林して、真冬の海に入って、以降、体調を崩して重い暴行炎を患い、翌1725年1月28日に、放御した。 悲尿器系感染症からエソを併発したことが、死因であった後継者を選定しないままだったため、皇后がエカチェリーナ一世として後を継いだ。ピョートルは出世させた側近や、新設の軍隊には人気があったが、その統治方針は大多数の貴族、聖職者、民衆には理解できないものであり、教会への圧力や外国人の登用。 ラディカルな西岡に反感が高まった。ピョートルをハンキリストや外国人村ですり替わった偽物と考えなければ、人々は皇帝の行動に納得できなかったのである。ピョートル一世の手形ピョートル一世は身長203センチの大男であり、普通の人間と並ぶといつも首だけ高く、 復活祭の挨拶をする際には、背中が痛くなるほど体を屈曲させなくては、ならなかった。また、生まれつき両力が強く、常に、斧やハンマーを振るっていたために、銀の皿をくるくる巻いて管理できるほどの改力の、持ち主となった。活動的な筋肉労働者的な職人工程へと、評され、手先が器用で、ものづくりを愛好した。端気、椅子、食器。 タバコ入れなどピョートルの遺作は多く、幅広い技術的知識を持ち、どのような技術でも素早く習得したと言われる。ある、ドイツの王女は、初めて会ったツーリが、船大工から、早菱まで14もの手仕事を習得していることに、驚いている。ピョートルは、自らを優れた、下界、腕の良い司会であると自認しており、病にかかった側近は、皇帝が、 手術道具を持って自分の前に現れることを恐れたという。抜子のうまさはピョートルの最も自負するところで、その死後、小さい袋いっぱいに詰められた皇帝の抜いた家臣の歯が多数見つかったと言われている。また、大北方戦争の最大の公敵手であったカンアール12世の死の方を聞いたとき、ピョートルは敬意を払い、黙とうしたと言われている。 ピョートル一世、エカチェリーナ、アレクセイ、ピョートル、アンナ、エリザベータ最初の妻エブドキアフヨードロブナ・ロプヒナ、とは、戦略により1689年に結婚し、1698年に、ピョートルによって離縁されて、修道院に遊兵された。二人の間には、の三人の男子が生まれた。成長したのはアレクセイのみであったが、そのアレクセイも後に、 父の手で処刑されることになる。二人目の妻は、マルファ・サムイロブナ・スカブロンスカヤで、解消して、エカチェリーナ・アレクセイエブナとなった、リボニアの農民の娘であり、後の女帝エカチェリーナ一世である。二人の正式な結婚は1712年であるが、1707年に、極秘裏に結婚していた。二人には、ピョートルが1725年に、 死去するまでにの六男六女を設けたが、成人したのは、アンナと後に、ロシア皇帝となるエリザベータの二人の娘だけであった。1782年、即位100周年を記念して、ペテルブルクに混流された、ピョートルの像、聖堂の騎士。玉座の革命家と評されることも多いピョートルの、業績を、どう評価するかについては、 ロシア史研究者の間では重要な論点の一つとなっている。19世紀においては革新主義者や西欧主義者たちからは英雄とみなされてきたが、スラブ主義者からは悪人のように扱われてきた。進歩思想の持ち主としても知られていたロシアの詩人アレクサンドル・プーシキンはピオートルを彼は胆生で神の雷のように揺るぎないと歌った。一方で、 スラブ主義者たちは、ピョートルの改革が、ロシアの伝統を破壊してしまったと主張した。また、彼を、強制的手段によって、ロシア人を奴隷的境遇に陥れた圧政者と見る、見解もある。旧ソ連時代は、ピョートルの進歩主義的姿勢が、概ね高く評価され、ヨシフ・スターリンも、我が国が、自らの持つ、更新性から飛び出そうとした唯一無二の時代と、 ピョートルの知性を評価した。一方、アレクサンドル・ソルジェニーツィンは、ピョートルについて、そやとまでは言わないが、凡庸な頭脳の持ち主と評し、ピョートルの政策によって払われた精神的、文化的、人的な犠牲の大きさを指摘している。サンクトペテルブルク出身のロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンは、ピョートル一世を尊敬しており、執務室に、 肖像画を飾っていた。現在ロシアで流通している500ルーブル紙幣には、アルハンゲリスクの港に停泊するホブネと共に、ピョートル一世の立像が描かれており、1995年の紙幣デザイン変更に伴うピョートル一世の肖像採用は、帝政時代にロシア帝国銀行が発行していた500ルーブル紙幣以来、約80年振りの復活であった。オールシネマ、 番組タイムマシーン NHK アーカイブス www.nhk.or.jp2019 年9月17日閲覧ありがとうございます